平にはトレーニングを教わろうかなと。僕はお尻ってバリ大事なんですよ。ジャンプ系のトレーニング、お尻で、うん、お尻でキャッチしたら絶対止まれる。授業中も、うん、座りながらお尻意識して。すごっ。どうも、ミナルマです。ゆえです。ゆえです。はい、ゆえの名前も決めなあかんな。そうそうな。ゆえのインスタグラム概要欄貼ってますんで、ぜひフォローお願いします。ということで、今回ね、ゆうへいにはトレーニングを教わろうかなと。我々身長低い部類です。でも体はしっかりしてるんですよ。どういう風にして体を鍛えてきたのかとか、軸の部分ですね、それをちょっと幽閉にやってきたことを教わるかなと思います。これ家でできることだと思うんで、それをやる感じで、はい、まだ緊張してます？してます。慣れてきたら幽閉も喋るんで、テレの時間が長いね、テレの時間、はい、ということで早速トレーニングやっていきます。お願いします。最初何やります？最初はお尻のトレーニング。お尻、はい、鍛えます。はい、お尻は野球では結構必要。おお、守備が決まってくる。全部いる。お尻は大切なんていうのはいつ気づいたの？これは性能の時代。僕はお尻ってバリ大事なんですよ。僕もバッティングとかよく使うんですよ。お尻ってどんな感じでやってた？基本的に、はい、ジャンプ系のトレーニング。ジャンプ、はい、どんな感じでやってもらっていいですか？お尻にしっかり意識して、はい、お尻で、うん、ジャンプ。足の力じゃなくて、お尻と使って、ここ意識。足じゃなくて、お尻とここをイメージして。え、なんかイメージむずいな。高く。確かに。ジャンプするときってそんな意識しすることないの？好きな大体この足指導。足指導。ジャンプする。お尻。お尻。全部ケツと。これは何回ぐらいやるんですか？10回程度。高くぐらい。これできついっす、マジで。これできついっす。で、やっ。ちゃんとして。だって。めっちゃきつい。お尻で。お、いいね、いいね、いいね。7、8、9、ラスト。オッケーです。全然ユージ飛べてないよ。これが最初のお尻のジャンプ。全部もお尻。お尻。これをじゃあ10回、2、3セット必要と。これが1種目目ですね。皆さん絶対やってくださいね。ゆうえが言ってるんでやってください。次、2つ目、はい、お尻に共通して、はい、もうお尻やからね、はい、お尻の横と、おお、なるほど。これよく見ますね。これも大事。これもさっきもお尻、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 なるべくお尻外に、外に、そう、でお尻でキャッチしたら絶対止まれる。はい、一回ちょっと幽閉の見せてもらっていいですか？やっぱ安定してますね。ちゃんと止まって。そう。そう。いいよ。あ、いいんじゃないですか？そう、またちょっとお尻使い切れてない。結構きつい。きついっす、これ。やってなかったらきついな。やってなかったらきつい。やった方がいいかなと思います。そうやんね、はい。普段お尻使ってる幽閉さんであったり、はい、ミノルマンとかはできてたじゃないですか。はい、だからいいバッターの共通点なのかもしれない。そうですね。結構それはそうやんね。いやね。だから授業中も、うん、座りながらお尻意識。めっちゃ重要なこと言ってるよな。立つ時もお尻出ないです。全部お尻ってことです。グラウンドの石拾うときもお尻。お尻。さっきのやつはどれぐらいやったの？何メートルぐらい？ルイパンもやらんでいいの？
半分ぐらい、半分ぐらい、じゃあ15メートルとかね、それをまあ3往復ぐらいしましょう。お願いします。次は揺れ、何ですか。体の信用を意識する。逆立ち、止まる、止まる、歩かなくていい、止まる、止まる。なんでこれ逆立ちは思いついたんですか。体幹って何やろと。ほう。体操選手にいろいろ話を聞いた中で、まあ、逆立ちで止まる、うん、これすごいね、うん、大学でやりだして。なるほど。止まるようになっちゃった。なるほど、止まるようになっちゃったんです。ちょっと見してもらいましょう。お願いします。止まってんの、ね、ユージ。いや、すごいこれは。え、すごっ。アメージング史上一番止まってるよ。すごいすごいすごい。これね、僕もできるの。あら。ちょっと見といてもらっていいですか。はい。雄平ほど長くは多分できないですけど、小さい選手の特徴としてどこで勝負するかって言ったら、やっぱ体の強さとか体幹で勝負する。無理だよ。いきますよ。はい。すごいやろ。すごいやろ。これはもう急にできるもんじゃないか。はい。サポート、はい、と壁使って、はい、どこに力を入れたらどういう動きをしてるか、はい、っていうのを感じながら。感じながらね。あ、自分の身こういう動き、こういう時に攻撃するなっていう。なるほどね。ちょっと難しい。だってこうやって立てんねん。そうそう。だから反対が立てるやろっていうあれやね。逆立ちやったら分かんないけど、絶妙なな力加減必要なんで、ちょっとこれやってもらいましょう。うん。あのね、惜しい。惜しい。そうそう。これ、ゆうえあれやんね、お父さんとかに持ってもらった方がいいやんね。お母さんとかね、ゆうじ持ってもらいましょう。ゆうえ、ちょっと持ったってね。で、30秒ぐらいですね。だから、あんまりできない子は10秒とかで頑張って、できる子は20秒から30秒やってもらいましょう。ほんまにやばい、やっぱエッグ。手震えてる、見て。ほんまにやばい、ちょっと、OK、寒く。めっちゃいいかもしれない。お父さんとかにちょっとバランスバランスみたいな言ってもらいながら意識するんで、うん、意識するとめっちゃいいと思う。そうやね。はい。それぐらいエビゾリになってたね。なるべくならんほうがいいよね。ね。まっすぐやね。立つとき。ね。うん。はい、ということで。はい、この3つですね。ゆうえが主にやってたことということで、お尻の筋肉と自分の体幹ね、体幹の一部でもあると思うんですよ、お尻ってね。パーツごとに分けたお尻の筋肉とか腕の筋肉とかあると思うんですけど、僕は全部含めてやっぱ体幹だと思うので、このね、トレーニング3つやってもらうと当院に行けるかもしれないです。はい、当院の2人が言うんでね、武器がちゃうから、指導者の人たちの気がちゃうから、俺僕らよりすごい体幹持ってる人おるんかな思うよね、指導者で。おらんな、おらんでしょ。ということでね、まだまだ雄平も出てくれると思うので、今後報告もあるんで見ていただけたらなというふうに思います。チャンネル登録と雄平のインスタ、フォローお願いします。ということで本日は以上です。ありがとうございました。